楽にお腹を引き締めたい方は今回のプランクがおすすめです。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、でん椅子を使ったプランクを紹介していきます。今回たったの5回なんですけども、5回でですね、腹筋やったり普通のプランク20秒キープ、そういったエクササイズよりもよっぽど5回で効きます。お腹を引き締めたい方、腹筋を鍛えたい方におすすめなプランクです。ではやり方を説明します。はい、今回やり方とってもシンプルです。まずですね、椅子が動かないように注意です。肘をつきます。肘をついちゃうと難しいので、椅子の角っこをですね、手と肘の真ん中ぐらいで合わせます。通常プランクは肩の下に肘なんですけども、ちょっと手を前めにします。こっから体を持ち上げるんですけども、ここから腰が反れないように腰を丸めて体をぐーっと下げていきます。ゆっくりゆっくり。ゆっくり下げていくことで力が入っているお腹が伸ばされて腹筋に効きます。腹筋ローラーと同じような原理なんですけども、腹筋ローラーは倒れたり肩を痛めたり、そういったリスクがありますので、今回の方がおすすめです。この状態からゆっくりお腹を下げて帰る、これを一緒に5回行っていきましょう。お腹に力を入れれば入れるほど伸ばされますから、できるだけ力を入れてですね、腰が反れないように5回いきましょう。いきます。1 2 3 4 5。ああ、お疲れ様でした。たったの5回、結構効きますよね。で、腹筋でですね、力を入れる力を抜くっていう繰り返しですから、なかなかお腹がね疲れてくれません。やはりお腹に力が入ったままの時間が長い方が腹筋に効きますので、今みたいにですね、たったの5回ですけども、お腹に力が入ったままで引き伸ばされる、またお尻を上げることによってまたお腹が締まる、常にお腹に力が入ったままエクササイズを行いますので、まあ、5回でしっかり効くという感じになります。まあ、通常のプランクがですね、なかなかもう腹筋に効かないよとか、脊柱起立筋に効いて腰が痛いよとか、そういった方はですね、今回の椅子プランクがおすすめです。効いたよって方、コメント待ってます。頑張った方、勉強だったらよかったらグッドボタン、シェアもよろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。Thank you.